京山とロドリゲスの先発で始まりました3回の表の京山のピッチングです。2アウト1塁、ビシエドをセンターフライに抑えた場面です。3回の裏、ドラゴンズ先発ロドリゲス、2アウトランナーなしで佐野、空振り三振。ロドリゲスも立ち上がりは不安定でしたが徐々に落ち着いたという感じでした。4回表、ワンアウト一塁で桂を空振りの三振に抑えた京山、さらに高松も空振りの三振に仕留めました。4回の裏のベイスターズのチャンスの場面です。2アウト二塁三塁、山本がいいバッティングをしたんですが判断のいいジャンプをしたショートの強打の好プレー、無得点でした。ベイスターズ5回の表の京山のピッチングです。2アウト二塁のピンチでしたが大島をファーストゴロに抑えました。5回の裏ベイスターズノーヒットでワンアウト三塁のチャンス、ここで前進守備の楠本の当たりはセカンドゴロ、前進守備のセカンドの悪送球、フィルダースチョイスとエラーで1点が入りました。7回の表、代打福留、前回の登板ではこの人にタイムリーを打たれていた京山、しっかり抑えました。7回無失点で京山マウンドを降ります。7回の裏、今度は楠本がライト前へのタイムリー、ここまで全打点楠本大活躍という雰囲気がありました。8回表、ピッチャーエスコバーに代わっています、代打アリエル・マルティネス、なんと今シーズンの第2号ホームランが生まれました。これで2対1。なおも苦しいピッチングになったんですが、ここはビシエドをショートゴロダブルプレー、柴田と大和の見事な連携でした。2対1のまま最終回へ。伊勢がクローザーとして登場したんですが、代打渡辺、この3連打で1点を献上、同点になりました。伊勢ワンアウトも取れず、そして2番手砂田、フォアボールも出して満塁になったところで、前進守備でもありましたがこれがタイムリーヒットになりました。強打4対2。最後はライデル・マルティネス登場のドラゴンズ、最後のバッター上田と見逃し三振で4対2、ドラゴンズが勝ったというゲームでした。